もうコムサ言わないでください。フランス語を話している日本人を聞いたらコムサっていう言葉が出てくるんですけれども、あ、やっぱり多分意味は通じません。例えば On a mangé beaucoup du riz, des sushis, comme ça っていうふうにみんな言ってるんですけれども、多分英語の like っていうふうに言いたいんですね。例えば We've eaten a lot like sushi, rice, like a lot of things like 多分そういう like を使いたいですか。それだと感謝より3つの言い方を教えたいと思います。だからぜひぜひ最後まで見てください。それでは早速始めましょう。最初はディスクレーマーをしたいんですけれども、これは超カジュアルで、だからボスとか女子に言わないでくださいね。よし、もし文章の終わりにつけたかったらとか、文章に終わりたかったら、voilà の言葉がふさわしいです。例えば、On a beaucoup mangé du riz, du saumon. Voilà. 聞きました。意味なんですけれども、以上とか終わりとか、こんな風にご飯食べたり、寿司も食べたり、こんな風に食べたっていう意味ですね。だから、voilà がすごく通じて、自然の言い方ですから、ぜひぜひ使ってみてください。例えば、T'as fait quoi ce week-end? Ce week-end, j'ai rencontré des amis, j'ai regardé la télé, je me suis amusé, j'ai fait un peu de sport. Franchement, c'était bien. Voilà. Voilà quoi. Mot, imas. T-U-O.言い方ですね。例えば同じ文章ですけれども、 On a mangé des plats du style riz, sushi っていうふうに言います。猫っていう動物が好きを言いたかったら、フランス語で J'aime les animaux du style les chats。 On a visité plein de super hôtels du style vue sur la mer, vue sur la montagne, suite, grande chambre。 わかりましたか。du style を言った後で何をした、何を見たを列挙します。すごくかっこよくて超カジュアルですよ。du style と同じように使える言葉なんですけれども、du genre を使いますね。同じ例えなんですけれども、on a visité plein d'hôtels du genre grande piscine, vue sur la mer, vue sur la montagne. それも言えます。だから何かを列挙する前に du genre, du style を使ったら意味が通じます。だからもうみんな comme ça を使わないでください。voilà, du style, du genre を使ってみてください。それではあ、bientôt!